テレビをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。埼玉は蕨からYKJ が全世界に向けてお送りする音楽番組、はい、ボイスのお時間です。2019、今観客がわーって、ドラムコーラスの周吾です。ギターボーカルの若林です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、やってまいりました2019年、はい、今年もよろしくお願いします。いやー、無事に年が明けましてですね、明けまして、ボイスも、はい、あの先日の忘年会スペシャルで打ち切りにはならず、はい、そうですね、今年も続くということで、上の方々よりもね、ああボイスも大丈夫だよ、ウインクのね上の方々が OK が出たということで、平成終わるけど大丈夫だよ、平成の終わりと同時にね、終わるかもしれない、終わるかもしれなかったけども4月いっぱい、はい、まだ終わってないよ平成は、知ってますよ、4月大丈夫ですか、大丈夫大丈夫ですか、4月いっぱいまで平成ですからね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、2019年始まりましたけれども、はい、大ニュースありますね。大ニュース、はい、やすじあります。若林、無事に運転免許を取得させていただきました。おめでとうございます。ありがとうございました。僕は大変迷惑を被りましたけれども、いや本当に、わらびのね、はい、近くにあります教習所に通いまして、浦和教習所にね通わせていただきまして、無事たくさんのね、指導員の方とともに、たくさんの指導員の方とともに卒業したんですか。千恵子さんの指導員の方のご指導いただき、ご指導いただき、はい、無事に取得することができたと。おめでとうございます。ありがとうございます。これまで10年間ですね、はい、私が運転し続けてましたので、はい、これから10年は、やすじが、そうですね、全身はやります。交代がちょっと苦手なので。いやいや大丈夫ですよ、比較的ほら性格も後ろ向きじゃないですか。本当交代の時本当にね分からないんですよ、向きがね、ミラーを見て慣れですよ、あんな慣れですから、本当に感覚は慣れです。手信号ね、してバカじゃないしてやりたいかと思うぐらいの交代ってことですか。今日もね、ここに来るまで、あのやすじん家まで俺が迎えに行って、やすじを乗せてで、ここまで運転してきてもらったんですけど、はい、まあ、早速道を調べてないっていうところから、そうそう、経路計画ね、限定です、はい、経路計画を立てないとダメですよって言われました。大限定ですね、はい、第二学科の最初の講義で、速攻注意しましたけど、まあ、そんな形でですね、はい、2019年のボイススタートしますけれども、はい、やすじ君の運転がメインになりますので、はい、一体いつまで僕ら無事でいられるかというところも、イノシシだ年だけど運転をイノシシのようにしないということですね。それを一晩考えてきたんですか。はい、はい、ということで、今年も、ボイスよろしくお願いします。よろしくお願いします。2019年最初のボイススタートです。ということで始まりました、はい、今年最初のボイスですけれども、はい、やすじさん、はい、今年はどんな一年にしたいですか。それはやすじ的にですか、それともボイス的にですか、それとも俺とお前的にですか。全部なの、一個ずつ。一個ずつ。やすじ的にはまずやはりライセンスを取得させていただいたので、免許ね、はい、あ、免許です、運転免許のことをライセンスと呼ぶんですけど、僕は、まあ、もう一年やっていけないかもしれない。浮かれずに安全運転をし続けていきたいなと思っております。やはり怖いですから。本当そうですよ、事故はね怖いので。本当怖いです。意識を、気持ちをこう集中して、はい、運転をしつつ慣れていきたいなと思っております。はい、早速ね、はい、ここに今やすじ君の初運転の映像がありますんで、撮っていただいたら。撮りましたよ、そりゃ初、近所の、駅から近所のスタジオに行くまでの免許を取って初めて運転、そう、人生初の行動の、行動の運転です、本邦初公開。ああそうですか、ボイス独占配信、はい、若尾やすじの人生初の運転です。独占配信、来ました、やすじが運転しております。これは、はい、早速障害物です。いやー感無量ですね、やすじが運転するっつうのは。ゆっくり、怖えー右行き過ぎね、はい、戻ります。もう完全反対車線走ってます、ね、いやだって車幅が、車幅が違うんだって、運転してます、分かんないんだって。ブレーキがきついです。一回止まります。停止線よりすげえ前で止まってます。そして左右を確認します。踏み方が悪い。時速8キロです左
結構空いてます。時速8キロやばいな。結構ブレーキすごいっすね。ゆっくり踏んでください。ブレーキは左折の時は左に寄って止まります。どうですか、ブレーキがなんか強い気がする。ブレーキのせい青です。巻き込み確認してください。はい、曲がります。どうですか、頑張ります。もう日本語が何を言ってるか分かりません。頑張る、頑張りを、頑張りをますだそうです。ハンドルが小さい気がします、教習所より。教習者より、はい、もう車のせいにしてます。ブレーキがきついとかハンドルが小さいとか文句言いまくってます。でもね、発進の感じとかはスムーズでとても良いです。本当ですか、はい、ちゃんと褒める教官ですか。ゆっくりでいいです、この道路は。本当、交代の時の、あのおじいさん教官が本当に嫌だった。ダメだよ、それじゃダメだよ。そう、必要ないです。ここ右折です。はい、それじゃダメだよ、切りすぎだよ。内側のポール削らないようにしてくださいね、はい、寄せて、そしてハザードを焚きます。どれぐらい寄せていいのかわかんない。これ乗り上げるぐらい。そうで、まっすぐにして、もうちょい、もうちょい、はい、ストップ。はい、でハザードを焚いて、ウインカーを戻し、サイドを引いて、わー、お疲れこれから10年よろしくお願いします。安井さんの、本邦初公開、そうですね、ボイス独占放送です。いや、どうですか安井さん、こういう安全運転の気持ちを忘れずね、行きたいですね。もうすごいね、自己評価が高くてどうですかって聞いて、こういう安全運転の気持ちを忘れないって、うん、すごい自己評価だね。ものすごい集中してましたね、やっぱ。もうこれどうですか、運転してみて、今まで何気なくね、こう家からスタジオまでとか、うん、家からこの、ね、ウインクまでとか来てたじゃないですか。自分で運転してどうですか、うん、どういうことですか。あ、大丈夫です僕への感謝はないってことですね、ということでですね、安次ライセンス取得の道は無事完了したということで、はい、ですが安次さん、はい、ライセンスを取るまでより取ってからのが長いんで、そうだよね、ちょっとそこのところよろしくお願いいたします。注意一生、あ、間違った注意、いやいや、やってるよ、注意は一生してください。注意1秒、事故一生じゃない、怪我一生ね。あの、わらびの人は知っている立教の文字ですね。本当その通りですよ、気をつけて、はい、早速あの長距離運転も終わってますんで、そうですね、今ここにね、ポカーンっつって、この収録は12月中旬で、この後新潟に IKJ 行ってます。そうですね、ちょっと安全点で、これからも頑張っていきたいと思いますんで、雪道は和田町を走れと、よろしくお願いしますあれですか、修吾さんはどんな一年にしたいですか。あ、僕は安全運転ですけども、助手席で楽をする俺が今ね睡眠時間が増える、うん、今まで大阪に行ったら往復で15時間、うん、新潟に行ったら往復で8時間から9時間、これが全部睡眠時間になると思うとですね、全部じゃないですか、もうすごい楽、すごい楽。それは違うでしょ、半分起こしないとダメでしょ、そんな。え、無理でしょ。ああ、睡眠時間は、じゃあ分かった、半分は起きてるえ、半分は寝てる、で半分こっち、運転半分こっち、いや運転半分こっちない、今までしたことないもん、半分こっち。それだって半分こできないからできなかったんだよ、でもこっから先半分こできない、免許を家に置いてくるもん。いや半分こしよう、家に置いてくる免許。ああ、やべえ、運転できない、そんなんじゃダメだよ、半分こで、半分こ、2019年は半分こです、ということで、そんな2019年スタートしますので、はい、早速新年一発目なんで、はい、スタジオライブで、はい、元気よくお届けできたらと、はい、思ってます。どうぞ。うつむいてなら当然気になるはず。
ちゃう。そんなもんさ、恋なんてもうノアアウ。生まれも育ちも違う僕たちがよく話すようになったのは運命だなんて言わないぜ。努力したんだ君もワンストップしろ持って、oh. もっともっとって優しくなりたいんだ。忘れちゃいけないことは君と僕は違うってことで、だからこそもっとね優しくなれたなら終わりなど見えはしないさ。惜しみない愛を待っておって、手を取る恋人幸せそうだな笑っているんだけど、僕はどうだろう、君はどうですか。どんなもんだ愛情って言葉、もともと他人だった僕たちがよく笑うようになったのは、笑わせるぜ。努力したんだ君もっと笑わせよう、ねえねえ。もっともっとって優しくなりたいんだ。忘れちゃいけないことは君も僕も同じってこと、いつもね。アンテナ伸ばしながら、まだ少しなら変化も見つけるよ。絶えない優しさをいつもね。はい、ということで、はい、YKJ の年末年始の過ごし方、はい、新年一発目の番組ということで、はい、去年から、はい、始まりましたね、書き初め大会。去年何書いたの？何のためかと書きました、私は。何のためだったの？僕ですか？そうですね、免許のためだったね。
まあ、後半は結構免許のためですね。本当に俺も犠牲になりましたから。そうです ね今年は何て書くんですか。今年は安全運転でしょ。安全運転僕は去年シーンって書きまして、なんか芯のあるみたいな ね、 そうですよね。でちょっとね、あの家出る前に俺部屋に貼ってあるんですよ、芯っていうやつ。ちょっとなんかね、こうお気に入ってる感じがして、上手に描こうとして、それがね嫌だったね。だ今年はもう色紙からはみ出すぐらいにちょっと描いてやろうと。突然なんかキャラ変わって、そうですね、キャラ変わってますね。こんなんね。お、行きましたね。え、もう書いてるじゃん。うん、では、行ってください。僕からよく見てますよ、まだそんな接しそうのない。お疲れ様でした。お気に入ってないですか。気に入ってないっす。大丈夫ですか。終わりました。まず安井さんから。僕からでいいんですか。はい。じゃあこちらお願いします。はい。安全時代と書きました。まず安全運転の安全という意味で安全ですね。はい。はい、でこれ時代というのはですね、あれですね。新時代が始まるんですよ。ああ、平成が終わるってことね。はい、うん、で僕出かける前まで新僕時代っていうのを書こうと思ったんですよ、うん、で僕時代っていう YKJ の曲があるんですけど、自分のこうやってきた道とかを、まあ、うん、信じてちょっと頑張っていきましょうっていう応援歌なんですけど、その僕時代と新しい新時代をかけて新僕時代にしようと思ってるんですね。はい。でも慎吾が安全運転だろ安全運転だろ安全運転だろって言うから安全時代にしました。ちょっと意味が分かんないですね。全然意味が分かんないですね。いや、新しい時代始まりますけれども、安全に行きましょう。安全にちょっと結局安全運転にめちゃ引っ張られてる。頑張ることも大切なのではないかという意味合いを込めまして、はい、安全時代と。なるほど、はい、よろしくお願いします。いただきました。ありがとうございました。はい、はい、以上。あ、しごさん、お願いします。いいんですか。はい、私の、2019年の漢字はこちらです。はい、じゃん、すけさん、かくさん、います、時間だよ。助けるという字ですね。まあ、あの困難な、いろいろ困難な時代に突入してますので、はい、やっぱみんなでこう助け合いながら、時に僕らの音楽で、うん、テレビの前の皆さんであったり、ライブに来てくれる皆さんを助けることができたらなと、うん、いう思いがあるんですけど、まあ、何よりこれ助手席の助っていう字ですね。あれ、そうでしたっけ。私今年は助手席にいますと、あ、そういう意味が一番強いです。はい、つけ力強く、助手席にいるということで、今年は、力強いつけさんってことですね。そうですね、あの助手席っていうのは助手ですから、はいはい、運転手を助ける席なんですけど、僕はもう別にその考えてないです。ただ助手席にいると、そうです、こうやってということで、こちらの、はい、なんと、書き初めを2枚セットで番組をご覧の1名様にプレゼントいたします。これキッチンで、これ扉から出るときだ。これキッチンこれは助手席だろ。家族を助けようって車の助手席にこう、ああそうそうそう、行くんでしょ。そうだ、ね、違う、そうだと思う。なのでだから、もしかするとわらびの人当選したら、うん、わらび市内の走ってる車が、車の助手席に当たったねっつって、助けるっつって、うん、あーっつってなる可能性がありますね。助手席にこんな字を入れてるおバカさんいないと思うんですけども、すごい、ということでぜひどしどし、はい、ご応募いただきたいなと思ってますので、はい、応募方法は番組の最後で、はい、ということでですね、はい、以上書き初めコーナーでした。はい、はい、ということで、はい、2019年最初のボイスも間もなくお別れなんですけど、はい、最後に、はい、YKJ からお知らせを。お知らせ、はい、1月のライブは、1月19日に、は
東京は吉祥寺にありますコピス吉祥寺という、あれはショッピングモールなんですかね。そうですね、そちらでフリーライブがあります、はい、観覧無料なんですけれども、はい、めちゃ厚着で来てください。そう、寒いっけ。寒いか。そうか、1月19の野外。すみません、すみません、大丈夫ですか。寒いです。大丈夫、はい、気持ちは。気持ちはホットですけど、ちなみに言っとくと吉祥寺のあたりとか運転すごい難しいから、今から予習するのがいい。いや、やだな、人いっぱいそうだな。駅前だし、道狭いし、一通多いし、大変ですよ。お願いしますね。僕、電車で行きますから。マジっすか。まあ、そんなフリーライブがありますので、はいはい、何ステージかやる。そうです、ね、そうです、おそらく。なので、土曜日でしたっけ、日曜日でしたっけ、土曜日だ。なので、お休みの方も、で、学びの方もお休みかと思うので、うん、ぜひ聞きに来ていただければなと、はい、僕は最初のライブの10分前ぐらいに電車で作れてます、はい、よろしくお願いします、その他のライブ情報は YKJ のオフィシャルツイッターホームページを、ご確認していただければなと思っております。ライブオファーもねお待ちしてますので。あ、そうですよ、あのね、うちのお店でやってくれとか、あの庭でやってくれとか、なんかそういう運転してきてくれとか、運転してきてくれっていう、そういうのはあるか。もう今しか使えないな、はい、この運転ネタはさ。そうですね、もう本当に。あとはですね、先ほどの、はい、YKJ の書き初め、はい、プレゼントの応募方法ですけれども、プレゼント、はい、ボイスのメールアドレスか、はい、何が出てますね、ボイスのメールアドレスか番組ツイッターのアカウントフォローしていただいて、うん、DM にてご応募いただければと。いずれもあの書き初め希望とご明記ください。あ、いや、全然いいんですよ、番組の感想いっぱいになっちゃって書き初め希望書けなかったら、それはそれでちょっと幸せな気持ちになりますけど。ああ、いいですね。逆に書き初め希望だけ来てもちょっと切ないですよね。そうですよね。まあ、せめてね、あのボイス好きですとかね、うん、YKJ 応援してますとか入れてくれると当選確率も上がるんじゃないかな。え、そうなんですか。ぜひともそのあたり、はい、お願いします。お願いします、まあ、あのここにね書いてます、書き初めだけだと味気ないので YKJ の写真とさっきも書いてプレゼントしますって書いてます。味気ない。まあでも確かに味気はないと思う。まあ、炭一色、炭一ですからね、炭一色ですから、うん、ね、ということで、応募締め切りは余裕たっぷり、1月31日木曜日まで、厳正なる抽選の上1名様にプレゼントいたしますと。余裕たっぷりです、ね、厳正なる抽選とか、どうやってやるのかな、こうやってなんか玉とか取るのかな、それともガラガラっていうの、分かんない。青木さん、青木さん、青木チーフ、よくあるそのテレビのね、厳正なる抽選ってどうやってやってるのかなと思いますよ。いや、だからそれはだからそのなんかね、最初に来た人にそのままってあげるよみたいなことじゃなくて、厳正なる抽選した上で、はい、1名様に2枚、1名様、すごいですね、僕らの書き初め2枚と写真がね、写真、サイン付きの写真届きますので、ぜひ皆さんご応募どしどし、はい、この書き初めを飾ると風水的に運気がダメだ、全然厳正じゃない、すごいですね。当選者の発表は番組ツイッターでお知らせします、はい、ということで僕らの書き初めをぜひ、家に飾りたいという人はたくさん応募してください。そうですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今回のボイスはここまでです、はい、果たして2019年はどんな年になるんでしょうか。そうですね、ハッピーな1年にしたいですね、ということで、今年もはい、ボイスともども、はい、YKJ もどうぞよろしくお願いいたします。また来月お会いしましょう。さよなら。空っぽさ僕の中身なんて、君がいてくれなきゃ、誰かと話して誰かと笑って、僕は僕になってゆく。空っぽさ君の中身だって、僕がいてあげなきゃ、誰かと話して誰かと笑って、君は君になってゆく。よかった。
よかった。それが奇跡。